それではただいまから平成29年度当初予算案につきまして区長記者会見を開催いたします。区長よろしくお願いいたします。大変お忙しい中ご足労いただきましてありがとうございます。区長の田中亮です。杉並区の来年度当初予算案について、本日はご説明申し上げます。まずお手元の黄色い表紙の冊子ですね、区政経営計画書の3ページをご覧をいただきたいと思います。私は先行き大変不透明な、今の社会の中で、民間ももちろんそうですけど、私ども行政もですね、やっぱり変化への対応力と、これが非常に大事だというふうに思っております。そういった思いで、平成29年度予算を時代の先を見据え10年ビジョンを加速させる予算とこう名付けさせていただきました。で、平成29年度は区の総合計画10年プラン改定、10年プランの後半の、5年間がスタートすると、重要な年であります。区政を取り巻くさまざまな環境の変化を踏まえまして、実行計画事業を確実に予算に反映をいたしました。で、予算編成のポイントですが、同じ計画書の4ページにございます。5つの視点に基づいております。首都直下地震等に備えた減災防災対策の推進と、2つ目は将来にわたるにぎわい創出に向けた環境整備と魅力の発信、3つ目は豊かな緑と持続可能な環境を次世代に継承、4つ目は超高齢社会の進展を見据えた健康づくりと福祉の充実、5つ目が未来を担う子どもたちのための教育支援の拡充ということでございます。次は10ページをご覧ください。一般会計と5つの特別会計の総予算額規模ですが、2,973,5,273,600,000円と、前年度と比べまして40,268,3,000円の増で、予算規模といたしましては過去最大となりました。一般会計の規模は1,780,500,000円、前年比60,760,000円増、3.5% 増でございます。で、この増となった要因でございますけれども、保育定員の大幅増に伴う保育関連経費や区立学校などの大規模施設の改築経費の増などによるものでございます。で、平成29年度予算案の重点事業についてでございますが、計画書の5ページ以降にありますが、私からは特に待機児童解消の実現と対策の継続、それからふるさと納税制度の活用の、この2つの取り組みを取り上げて説明をさせていただきます。表紙にこの富士山の絵がある資料をご覧ください。これは区役所の庁舎の屋上から撮影したということでございますけど、まず一つ、待機児童解消の実現と対策の継続ということで、平成28年度の待機児対策を振り返りますと、2ページをご覧をいただいて、お分かりの通りですね、昨年4月に杉並保育緊急事態宣言を行いまして、政令都市以外ではですね、政令指定都市以外ではおそらく最大級の規模、2220名規模の保育施設整備を計画をして着実に実行してまいりました。で、結果といたしましては、当初予定をいたしておりました2220、これを上回る2329名分の保育定員等の確保見込みが立ったことを皆様にご報告を申し上げたいと思います。改めて私が就任して以来、6年間の保育関連の数字の推移を見ていますとですね、認可保育所の整備数、また保育定員数、保育関連の予算いずれも大きく伸ばしてきたということがお分かりいただけるというふうに思います。
まあ、どの自治体も、まあ、なかなか想定できないペースで、この保育需要が今なお増大をしているということで、まあ、この取り組みはこれからも継続していかなければならないと考えております。今年度は、まあ、残りわずかですけれども、やれることはすべてやりきるという決意のもとで、まあ、この間全庁を挙げた取り組みを行ってまいりました。次に29年4月に向けた保育人材の確保についてでございますが、まあ、大変厳しい状況があるということは私自身も把握をしています。まあ、民間事業者の保育人材の確保につきましては、これまで区としても最大限支援を行ってまいりました。まあ、区の独自の支援といたしましては、昨年末に補正予算を組みまして、まあ、就職内定者への区内共通商品券5万円分の支給を発表いたしました。まあ、しかし、一番、まあ、私が大事に考えてきたことはですね、やはり事業者とのフェイス・トゥ・フェイスの対応でございます。で、その、まあ、フェイス・トゥ・フェイス、つまり信頼関係の構築、そしてそこできちっとしたお互いのリアルタイムの現状、情報、これをやはりコミュニケーションできる関係を作るという、そういう信頼関係の構築が、まあ、不可欠でありまして、まあ、そういったことのために事業者への説明会は計3回、また保育士の就職相談会なども延べ、まあ、4回行いました。まあ、その結果、ほとんどの施設で今のところ人材確保のめどが立って、この4月に予定通り開園できる状況になっていると報告を受けております。それから今年4月の認可保育所への一時申し込み者でございますが、これは過去やはり最高となりました。4249名、まあ、昨年を448名、上回りました。率にして、前年比 11.8% の増ということでございます。先週末にですね、結果通知を郵送をいたしましたけれども、申し込み者のうち認可保育所への入所が内定いたしましたのは2600名余りでございます。で、今年4月の待機児解消の見込みという点でございますけれども、現在二次募集をしております。で、区外の、東京都の認証保育、あるいは、事業所内保育、こういった直接区が利用調整を行わない施設へ、入所者が、どういうふうに、なっていくかということ、これが現段階ではですね、また正確に把握することはできないわけでございます。そういった不確定要素が、現在あるということで、確実なことは申し上げることはできませんけれども、引き続き、待機児解消へ向けて、あらゆる対策を引き続きやるように私から指示をいたしております。平成29年度の待機児対策についてでございますが、次にこの来年度の予算についてのご説明ですが、資料は5ページになります。来年度も手を緩めることなくですね、合計で1000名規模の認可保育所を核として整備をいたします。で、6ページには地図を載せてございますけれども、要するに公有地に5箇所認可保育園を設置いたします。国が2箇所、東京都の用地が2箇所、区が1箇所ということで、都立の和田堀公園内、これは国家戦略特区制度を活用して120名規模の認可保育所を整備をいたします。それから和田中学校の敷地の一部
これを活用して80名規模の認可保育園を作ります。それから西扇北の都有地に80名規模の整備を行います。まあ、公園を除いた、まあ、都有地としてはこれが区内で初めての整備になるということでございます。から国有地ですが、来年度2箇所と申し上げましたが、高井戸と高円寺に1箇所ずつ、100名と70名規模のものを整備をいたします。でそれ以外にですね、保育事業者からの開設提案を大体6箇所程度見込んでおりまして、合計で1000名規模の施設整備に取り組むということでございます。まあ、この保育施設の整備ですが、昨年秋に改定いたしました実行計画に基づきまして、29年度にとどまらず30年度以降も引き続き取り組んでいく必要があると考えております。保育所を整備するとですね、他自治体から子育て世帯が流入してくるんじゃないかというような見方もございますし、そういうお話は時々耳にいたしますけれども、認可保育所申し込み者のうちですね、他自治体から転入した方については、増加はしておりますけれども、割合については、昨年と比較をするとやや減少しておりまして、やはりですね、子育て世帯の流入ということが保育需要をどんどん引き上げているというような、裏付けの数字ということにはこれはならないだろうと。むしろですね、申し込み者が増えるということは、いわゆる潜在需要、これが掘り起こされていくということですね。女性を中心に働きたい就労意欲というものの潜在的なこの需要を掘り起こしていくということが、この保育需要の主要因ではないかというふうに私は思います。そういった意味では区民ニーズに的確に応えることができたと、これはこれで率直に喜んでいいのではないかと考えております。また国では育児休業給付金、これを特例的に延長できる期間を半年から1年にということで法改正を行う方向だと聞いておりますけれども、このことにつきましては特別区長会でも国に要望してきた内容でございますし、私自身も以前よりこういったことを主張してまた情報発信をしてまいりました。さまざまなそれについての賛否いろいろご意見があるようでございますけれども、今回の国の対応については私は率直に評価をしたいとこう思っております。しかしこの育児休業給付金の特例延長を受けるためにはですね、依然としてこの認可保育園に入れなかったというそういう通知の提出が必要となっているということで、そのために育児休業給付金の延長申請や勤め先に育児休業の延長を認めてもらうために入所申し込みを保育園への入所申し込みをするという場合もあるわけでございます。で引き続きさらなる制度改正により育児休業給付金が伴う育児休業がより長く取得できることになれば、無理に0歳児で入園申し込みをするケースが多少なりとも減るということにつながるので待機児童解消の一助になるというふうに思います。期待をいたしたいと思います。で最後に保育の質についてです。区はこれまでも保育士として豊かな経験を持つ延長経験者や心理専門職などによります区独自の巡回相談や指導を定期的に行ってまいりました。保育所の整備が急激に進み数が増えるということで、この質の維持を心配する声も上がっております。そういった不安の声に応えていくためにもですね、来年度に新設されるすべての私立保育園に対する巡回指導や指導、
これを行うことにいたしております。それ以外に認可外の保育施設に対しても心理専門職による巡回指導の回数を増やすというなど、この質について万全を期してまいりたいと思っております。それから次のテーマですね、ふるさと納税制度の活用ということで、資料では7ページ以降ということになります。小池都知事が昨年12月に発表いたしました、東京都の実行プラン、都民ファーストで作る新しい東京と、これではですね、今後の東京の人口の推移について、ピークがですね、5年後に伸びるという想定になっております。ですから23区部で言えば2030年がピークだと、こういう想定なんですね。で、この人口がますますその23区にあと13年間集まってくる、23区は膨張するという、じゃあその主な要因は何かというと、やっぱり地方からの流入だというふうに見られております。ということはですね、当然地方の過疎化、高齢化っていうものはより深刻になっていくということ、地方の活力がより失われていくという懸念があると私は思います。で、私はそういう意味でこの東京ファーストは、果敢に今日的な課題、待機児解消などですね、やはりそれまでよりも一歩二歩踏み込んで打ち出しているということについては評価を率直にさせていただきたいと思いますけれども、このビジョンというのはやっぱり欠けているのはですね、東京がそういう状況の中で疲弊していく地方にどう向き合っていくのかと、この視点がやっぱりちょっと欠けているというか、弱いというか あるのではないかというふうに思います。私も都政しばらく、おりましたけれども、バブルが崩壊してですね、石原知事が青島さんに、の後を継いでですね、登場して、デフレで非常に低迷していた時期で、また国の政治の動きもなかなか難しい状況であったというような中で、東京から日本を変えると。東京はとにかく元気になるんだと、自分たちで立ち上がろうというふうにメッセージを発信して、それは一定の共感を得た、またそういう状況があったというふうに思います。で、その後の都政は、猪瀬さんも松添さんも言ってみれば、その多少のいろいろはあるでしょうけれども、基本的にはその延長線上というか、焼き直しというふうに私自身は見てますね。で、そういう意味では小池さんのこのビジョンもですね、その流れとの中に来ているという印象を持ちます。しかし、これだけ東京が一極集中をしてですね、地方が疲弊をしていく、さらにまた東京は膨張し続ける、一極集中が進む、そういう中で国の東京都に対する税源収奪の圧力はますます強まってくるし、そこから税源を取り上げて地方に再配分するということを繰り返しやっていてもですね、果たして地方が持ち上がっていくのかどうかということについては、皆さんもどうお考えになるかなというふうに思います。そういう意味では東京自身がもっと本気で地方に向き合っていく、東京が変わることで地方が変わっていくという部分を作っていくこと、これがやっぱり大事になってくるんじゃないかと、そこと並行してこの税源の問題っていうのも国と渡り合っていくということが必要なのではないかなというふうに思っております。で、ふるさと納税に戻りますけれども、ふるさと納税ですね、政府によりますと29年度昨年の 1.6 倍になると予想しているようでございますけれども、実はですね、
杉並区はですね、昨年、まあ、1億3000万だった住民税の喪失がですね、今年度は7億3000万と 5.6 倍に跳ね上がってます。で、まあ、国の推計によると単純に言えば来年度は11億流出すると、まあ、こうなるわけですね。でもうすでに23区全体では129億流出をしているということで、まあ、世田谷なんかもう15億流出なんでしょ。この間保坂区長と話してたら、まあ、20億超えるだろうと、30億いっちゃうかもしれないって心配してましたけどね。まあ、杉並においてもこの11億とかああいう数字はですね、これはあの、まあ、東京都では1000億の価値のある数字ですよね。だから3年間でも続くものなら、学校1校分の建て替え、税源が流出するというようなかなり重たい話なんです。でこういう形で自治体の基幹税がこの収奪されるということにやはり問題提起をしていく必要があると私自身は考えております。でまあ、もともとですね、地方から東京にいろんな志を立てて、東京に来て、そして東京でなんとか成功したと、ふるさとを捨ててしまった、ふるさとを離れてしまった、まあ、そういう思いからふるさとを応援しようということで、ふるさとにこの税金の一部を納税するということをイメージして作られているはずのこのふるさと納税が、実態としてはですね、返礼品、これのまあ競争になっているということですね。で中でもですね、特上肉、これがまあ非常に人気が高くて、なんかあるサイトの人気のベスト30はもう肉肉肉肉肉と、もう肉が続くということでですね、この肉食欲をそそってですね、それでまあこの基幹税が流出していると、必ずしもふるさとを応援するというふうにお金が流れていってないという現実があると、まあこれは一つまあモラルハザードではないかというふうに思っております。それからまあ二つ目に問題はですね、これはやはり所得が多い人ほど多くの返礼や恩恵を受けることができるという、まあ貧富の格差をある意味助長する側面があるという、そういうことですね。これもまあ指摘をされている点ですね。それからまあもう一つは、制度本来が持っているですね、先ほども申し上げましたけど、ふるさとへの恩返しとか寄付文化の醸成という、こういう理念を全面的にこう否定するものではないんですけれども、まあ、しかし、まあ、そういう方々がいるのも私は聞いています。聞いていますが、まあ、しかし現実はまあ違うということなので、本来理想としていたようなその寄付文化の醸成とかふるさとへの恩返しというようなあるべきふるさと納税制度というのをですね、私どもはこう提案したいというふうに思っております。で、まあ、23区の中でも杉並区は地方創生の取り組みというのをかなり先駆けてやってきたという、まあ、ささやかな自負を持っておりますけれども、まあ、例えばですね、東日本大震災における南相馬市へのスクラム支援の取り組みというのがありました。またそれを契機に作りました自治体間連携の流れというものも拡大をしてまいりました。でそういう地方とさまざまこの主体的に積極的に関わっていくという中でですね、例えば結果として交流自治体であるそのスクラム支援のメンバーであった北海道の名寄市にですね、まあ、現在台湾からの高校生の修学旅行の誘致がもうここ数年ずっと5校とか3校とか続いております。まあ、これも杉並区と南相馬市
杉並区が声をかけてですね、南相馬市や名寄市に声をかけて、一緒に台湾の中学生と野球交流を始めたという、そういうことがきっかけでつながっていったということで、実現したことです。それから静岡県の南伊豆町におけます、区域外特養ホームの整備、まあ、これも地方に具体的な人の流れとか雇用を生み出す取り組みとして、まあ、1年後にはこのオープンをするということで今着々と進めています。で、先ほど申し上げました、まあ、台湾からの修学旅行の、まあ、誘致でございますけれども、名寄市では4年間で350名以上受け入れを実績として重ねてまいりました。で、今その後ですね、南相馬市とか南伊豆町にもその取り組みが、まあ、広がりつつあるということで、実際にこういうふうにこう広がっていくっていうことは大変私ども嬉しいし、こういったことをもっともっとですね、東京の自治体が進めていくということがあったらいいなと思います。で、区域外特養の方ですけれども、これ地元の雇用を80名程度創出すると見込んでおりますけれども、まあ、経済効果としては今後30年間で200億円以上と見込んでおります。まあ、こういう取り組みをですね、まあ、私は区長就任してから続けてまいりました。で、気づいてみると杉並区の地方との交流に関する予算額は私が就任して以来、8倍に増えております。ただその8倍っていうとですね、うわすごいなという印象をお持ちになろうかと思いますけれども、一般会計の予算規模全体から見ればですね、0.2% 強です。ということは、まあ、東京が地方にもっと本気で向き合えば、もっともっとこの広がりや効果が期待できるということが言えるんじゃないかと思うんですね。で、杉並区のやってきたこれまでの取り組みというのは、ある意味東京が持っている、まあ、潜在力というのを示す事例と言ってもいいのじゃないかなと思います。しかしながらなんですね。で、しかしながら、まあ、ふるさと納税、だとですね、やっぱり都市部の税源を、これ貴重な税源ですよね。これをですね、これ以上こういった形でどん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 、まあ、収奪されるということになりますと、そういった今申し上げてきたような取り組みがなかなかできなくなってくるという、まあ、悪循環に私は陥っていくんじゃないかなというふうに思います。まあ、東京が持っている潜在力をもっともっと地方に向けて発信をする必要があるのに、そういう力を削いでしまったらですね、じゃあさらに税源収奪をして再配分をするということで、果たしてそれだけでじゃあどうなっていくんだと、今までどうなってきたんだということを考えますとですね、やっぱりそういう流れを変えていくということが必要じゃないかというふうに思います。まあ、東京と地方との関係性を語る上で重要なのは、まあ、東京バーサス地方というようなこの対立関係を超えてですね、まあ、どのような考え方理念でこの問題を捉えるのかという視点が重要だというふうに思っておりまして、まあ、ふるさと納税の絡みで申し上げればですね、まあ、応援したいふるさとっていうのはどこなんですかと、どんな視点なんですかと、どういうことなんですかと、そういった、まあ、応援したいカテゴリー、そこをきちっと、まあ、整理をして、そして寄付文化の、まあ、醸成というような地方を応援するというような具体的な形にしていきたいというふうに思います。まあ、そういうことからですね、私どもとしては原則として杉並版のふるさと納税制度では返礼品を納税者にはお返ししないということを原則にしていきたいというふうに思います。ただ一部の例外はございます。例えば
障害者施設が作っているさまざまな商品がございます。まあ、そういったものとかですね、それから、人の流れにつながるような、いわゆる私ども地方創生ということでやっておりますから、そういった来街者の増加とかいうことにつながるようなこととかですね、そういうことについては一部の例外として、これは趣旨に合致するという形で考えておりますけれども、基本的にはこの返礼品の競争には参入しないというふうに考えております。で、最初はですね、このふるさと納税制度もやめてもらいたいなと思ったので、例えば東京が頑張って一番ふるさと納税でお金を集めたらやってる意味がなくなるので、なくなるかなということを考えましてですね、いろいろ考えました。しかしなかなかそれ難しいだろうということで、単純にその返礼品の競争に参入するという形は取らないというふうに私の判断でいたしました。日本には寄付文化なかなか根付かないというふうに言われますけれども、しかし311の時の募金、私も参加しましたけれども、街頭で呼びかけたりしましたけど、相当額が集まりましたです。それから先般、熊本地震やまた糸魚川市の大火災、これに伴う寄付金というのも大変短期間に多額な寄付をが寄せられたということも聞いております。そういったチャリティーの精神というのは、日本人の心の中に私はきっちりとあるというふうに思っております。そういった気持ちを喚起して、そして、つなげていくという形にしたいというふうに思っています。で、じゃあそうは言ったって何か目玉がないとというふうにお考えになろうかと思います。で、例えばですね、杉並区は日本フィルハーモニーと杉並公会堂で、を使っていただくということで、契約をしておりますけれども、例えばこの日フィルのチャリティーコンサートの主催者になってくださいというような形で寄付を募るというようなこともあろうかなというふうに思っています。高額の、例えばですね、ざくっと言うとオーケストラをボンとこう持っていこうとすると500万ぐらいかかるらしいです、経費がですね。そうすると例えば返礼率 50% としてね、1000万円、杉並にふるさと納税をしていただけるという方がいらっしゃればですね、例えば被災地なり、あるいはどこかの地域で日フィルのチャリティーコンサートの主催者になっていただいて、そこでまたチャリティーをやっていただくということもあっていいのではないかなと。1曲2曲ですね、式をしていただいてもサービスとしていいかなと思いますけど、そういうような形でご協力をいただける方がいらっしゃると大変嬉しいなと、こう思っているわけでございます。あと例外的にその返礼品をこうお渡しするというケースがあると、先ほどその人の流れを生み出すものについてはということでお話ししましたけど、例えば杉並の一番大きなイベントとしては高円寺の阿波踊りがございます。で、来街者の増加ということは一つ地方創生の流れでもありますからね、そういう体験型のサービスという意味では、例えばこの高円寺阿波踊りの観覧とか体験とかね、こういったことはふるさと納税をしていただいた方にお返しいたしたいというふうに思っております。今考えておりますのは、そういった理念に基づいてということで、
なるべくやりやすいようにということで、クレジット決済も可能な形を考えていると、民間のポータルサイトの活用も進めていくということでございます。で、今いろいろ申し上げてきましたふるさと納税のさまざまな問題についてでございますけれども、先日ですね、中央公論という雑誌の企画で前地方創生大臣の石破茂さんと元総務大臣の片山元鳥取県の知事さんですね、今慶応の教授をなさっていらっしゃいますけれども、この3人で、私と3人でですね、ふるさと納税制度、それから東京都地方の今後の在り方をテーマとして、座談会をやりました。で、石破さんも片山さんもこのふるさと納税制度の仕組みや運用をやはり少し変えていく必要はあるんではないかという点では一致をいたしましたし、地方創生を進めていくためには地方に対して東京ができることは何なのかということをやはり真剣に考えていく必要があるという、こういった点では今認識を共有できたかなというふうに思っております。今後もですね、このふるさと納税に対する私どもの向き合い方っていうのは、東京と地方の関係を今後どうしていくのかというそういった大きな課題に対する問題提起として議論を深めるきっかけになればと、こういうふうに考えております。私からはこの2つ、あと重点政策については資料をお読みください。何かご質問があれば。それではここから皆さんもご質問をお受けしたいと思います。それ言いますが、ご質問のある方は挙手の上、ご質問ください。ありがとうございました。週刊ダイヤモンドの鈴木と申します。待機児童問題についてなんですけれども、施設の整備については予定計画以上のものが達成されたということなんですが、同時に申し込み状況も過去最高になったということで、これ単純に整備計画との、引き算でいくと、1000名近くがこれは認可に入れない状況になっているということなんですが、4月時点でこれ待機児童はどのくらいに果たしてなりそうなのでしょうか。はい、それをね、一番知りたいのは私なんですよ。で、先ほど申し上げましたように、今2次の募集中で、それと並行して東京都の認証保育とか事業所内保育、こういったところにどれだけ流れていくかっていうのが、完全に把握できない状態なんですね。そういう中で、ちょっとはっきり申し上げられないのは大変、申し訳ないんですけれども、そういった事情なので、大幅に、要するにゼロへ向かって、やってきましたからね、待機児解消へ向かってやってきましたから、先ほど申し上げたように、リアルタイムでどういう状況かっていうのをこう把握して、そしてできる限りやれることすべて、やりきれという指示をさせていただいております。もうちょっと待ってください。次の方お願いします。NHK さん。すみません、 NHK の玉木と申します。先に、ふるさと納税の件で伺いたいと思ってまして、
区長さん、今先ほどモラルハザードだということで、今変例その競争の関係のこともおっしゃってまして、で今後そのやっぱりこう伺っていて、やっぱそのこう納税寄付の気持ちをどう喚起していくかっていうところのところは結構悩まれているのかなという印象も受けたんですが、やっぱりそのチャリティーコンサートっていうところの案もありましたけれども、やっぱり一般の区民の方って結構大口ではなくて、やっぱ小口でこう寄付を少しでもやっていこうっていうような気持ちの方も多いのかなと思うところで、そのどういうふうにこう寄付をしてもらいたいというような PR、 ここにもちょっと書かれているので、もしポータルサイトとのこう新たな今、予算額、これ新しい予算なのか、ちょっとどういうふうに活用されるのかっていうところもぜひ合わせて、告知の寄付の方っていうのはもちろんいらっしゃると思います。でこれ8ページに、グラフが載ってましてね、特別区1人当たりの寄付金額っていうことで、例えば港区なんか、1人当たり37万8005円ですか、それとガクッと千代田、渋谷がちょっと2馬身ぐらい離れて、それから後の区はですね、そこからさらに2馬身ぐらい離れてみたいな感じですよね。で例えば杉並区だと14万ということですね。で、あんまり他区とこう比較してどうのっていうのは、一つの参考としてですね聞いていただきたいんですが、ほぼ人口規模が同じっていうと、例えば板橋なんかは杉並区と同じなんですよね。でこうこのグラフを見るとですね、杉並よりも1人当たりの寄付額っていうのは、ちょっと少ないということはありますよね。でこれは要するに何を表しているかというと、やっぱりその高額納税者がどこの国に多いかということが、これ端的に表れているわけです。ですから先ほど指摘の中でお話ししましたけど、要するに高額納税者ほどですね、高額の人、要するにお金持ちほどこれは有利な、ある意味で制度だっていうのもですね、ちょっと税の制度として問題があると、それはね、石破さんもよくそこは指摘をしていましたね。そこにはちょっと違和感を感じるということをおっしゃられておりましたけどね。だから告知で本当に自分のふるさとに、寄付をされるという方はもちろん大勢いらっしゃると思いますよ。昨日もある会合で、自分はどこどこ出身で、ふるさと納税やってるんだっていうお話をしてました。額は聞きませんでしたけどね。だからそれはその肉にそそられて、こう返礼品競争で流れていくお金とはやはり質が違うお金だと思います。ただその全体を見てみると、やはりその返礼品の競争で、お金が流れているということが非常に、大きくなっていると、当初の税制度の理念と実態が乖離していると。でその乖離していると同時にですね、私どもの基幹税がどんどん収奪されると。しかし逆に東京に地方からですね、人が若い人が流入してきてるわけだから、保育もそうですけども、団塊の世代が75歳になるということでの高齢化に伴う医療や福祉の行政需要も増大をする。それから若い人たちの子育て支援とかそういったことについての行政需要も増大をする。そういう都市部ならではの行政需要の増大というのがあってね、でそれをきちっと区民サービスとして、返していくために基幹税があるわけだから、それが肉にそそられてどんどんこれだけの額が流れていくということはですね、やっぱりこれはちょっと改めていただかないといけないのではないかというふうに思いますね。はい、伺いたいんですけれども、やはりこれだけのやっぱこの28年度でいうと 5.6 倍というペースでこれだけの方がこれだけその減収していくような状況になるっていうことは、率直にその田中さんがこう想像されていた
ようなペースなのか、そこもちょっと伺えます。いや、私は正直言って、予想してませんでしたね。1億3000万が流出しましたっていう報告は聞いた気がいたしますね。だけどまあある意味でその程度であればね、都市部の自治体としてはとやかく言うのはまあ控えておこうという気持ちでしたけど、やっぱなんかそのインターネットの広がりですね、そういったいろんな制度上の工夫があったようで、そういうことで一気にこの1億3000万流出した時は確かね3000数百人なんですよ、納税者がね。それが 5.6 倍7億3000万ぐらいになった時はこれ1年間で一気に1万3000人ぐらい増えてですかね、だからざっとこう広がったですよね。だからそれはこの制度をまた商売にしている民の力というのもあるのかもしれないけど、ただ結果としてここまで一気になるとですね、やっぱりちょっと見過ごせないということですね。相当その危機感というのはこれだけの流出があるっていうところは大きいものありますか？もちろん自治体としての経営上の危機感もあるし、やっぱり税っていうのは公平公正であるべきだと思いますよね。やっぱり自分たちの社会の在り方をどうしたいかという、そういう合意に基づいた応分の負担というのが税ですからね。そういう意味ではこれがその物欲肉食欲によってですね、この蹂躙される、ここまで蹂躙されるってことになるとですね、やはりこれは少し修正をしていただかないといけない課題ではないかというふうに思います。そしてもう一つだけ伺いたいんですけれども、やっぱりこう他の自治体では23区の中では他の自治体に返礼品を頼る形でこう東北のこう物産品に頼って返礼品をわざわざ作るというようなやっぱり自治体もあったりして、まあ、相当危機感が強いんだなということは実感するんですけど、はい、その分やっぱり それに代わる返礼品に代わるこう寄付の形っていうのを模索されている気がしたんですけれども、はい、ぜひ杉並区としては今地方との共存共栄ということを掲げていらっしゃいますけれども、この寄付によってどういうところを目指していきたいのかっていうのを改めてこうどう活用していきたいかということも含めて伺っていいですか？まあ、先ほど言ったように純粋にですね、基本に立ち返ってあるべきふるさと納税制度っていうのを我々なりに考えて、それを提示したいというふうに行き着いたわけですね。だからそれはまあふるさとを応援をしたい、地方を応援をしたい、あるいはその寄付文化の醸成ということですよね。でそこに基本を置いてということで、まずそこの理念をきちっと貫徹しようというのが私の基本的なスタンスなんですね。で当初おっしゃられるようにあっちこっち返礼品をいろいろ工夫して、まあ、区内にもいろいろな返礼品になりうるものありますありますが、それを揃えて打ち出して、まあどれぐらいの効果があるかといったときに、まあ1億か1億5000万かというような感じでしたよね、町内的な議論ではね。だけど流出財源がもう十数億っていうことになったときに、そういう形でこの参入することがですね、で一方でこの税制の問題点を提起するっていう、そういうこうダブルスタンダードだと分かりにくいですよね。でそれも私は考えましたですね。ですからやっぱりあるべき形という、私たちが考えるこうあるべきだというものを素直に作って出して、理解者を募ると、その方がまあ息が長い形で、いいんじゃないかというふうに思いましたし、そこでご協力いただける、まさにその善意のご寄付をいただく方ということになりますよね。やはりそういう方々を今度は
大切にして、どういうふうにその希望をきちっとつなげていくか、その思いをつなげていくかと、まあ、これが自治体の行政として、まあ、真っ当なんじゃないかなという私の判断、まあ、経営判断です。はい、それでは次、じゃあ朝日どうぞ。朝日新聞のベックです。はい、先ほど小池知事 の、まあ、長期計画についてちょっと触れられてたと思うんですけど、その東京が地方にどう関わるか視点がっていう話、これ都の予算先日発表されましたけど、予算についても同じ印象を持たれていますでしょうか。いや、対児童対策だとか電柱地中化だとか、まあ、政策っていうのはもう様々ですからね、都政が抱えているものは。その中で小池知事の思い入れがこういうところにあるぞということはすごく理解できたし、それはそれで私は率直に評価をいたしたいというふうに思います。ただ私が申し上げたのは、ただ全体のその都政の目指す何ていうかな、方向というのかな、だから都市間競争に打ち勝って東京が世界の中で輝く都市にと、まあ、こういうトーンというのはね、これまでもずっと言われ続けてきたことですよね。まあ、ある意味じゃその石原都政の悪く言えば、まあ、ありうともなっちゃうかもしれない。だけどそういうことだけではなくて、逆にその東京がまださらに一極集中が続くんだと自らこう想定しているわけだから、その反映として地方がどういう状況になっていくのかっていうのを、やっぱりそこに目を向けるっていうことは、首都東京の今日的な私は重要な視点だというふうに思うわけですよね。でそこで、共存共栄、これをどう東京が変わることで地方の共存共栄の可能性っていうのを開いていくかと、こういう視点にもっと力点を置いていくことが、先々考えて長期的に考えて大事なことだと思うし、まあ税源問題なんかを議論するときにもですね、やっぱりそういうむしろ地方の方からね、その税源だけの問題ではないんだっていう東京に対する理解者の声が出てくるような、そういう理解が広がるような東京の在り方っていうのをもっと真剣にやっていかないと、もう東京一人勝ちでも何でもいいんだと、ね、いう話じゃないと。やがて地方から入ってくる人たちが少なくなれば東京も人口減少局面になるわけで、それが2030年をピークとして、その後人口減少局面に入った時にはですね、これはもう一気に、国全体が停滞していくということにつながるんじゃないのかなというふうに思いますから、まあ、そういった地方と向き合う視点というのをもう少し東京が力点を置いてもいいんじゃないかなというふうに思って、それは例えば都の予算、今回発表された都の予算案でもそういうのがもっと入っ、もうちょっと少し入っておくべきだったっていうふうに言ってもいいですか。うん、まあ、予算としてはいろいろやり方はあるんだと思いますね。例えばね、まあ、我々は地域外特養を南伊豆で、全国先駆けてこれ今やってるわけですよ。で先般東京都で、まあ、多摩地域に県域外特養を広めていくということで、一生あたり250万かな交付金を出しますという制度を打ち出しましたですよね。ただここに私大きな疑問があるのは、他の補助金を受けないことっていう条件がついてるんですね。なぜそういうことを言うのかと、まあ多少語弊があるかもしれませんけれども、基礎自治体の、まあ、住民、ある基礎自治体の住民がいると、ね、その人の受け皿をただ
その地域に施設が作れないからただ外へ持っていくと、ね、そういう考え方だけでいいのかなと。これは南伊豆をやるときにもですね、いろんな誤解があって、有識者の方々から杉並区がやろうとしているのは上捨て山を作ろうとしているのかという事案がありました。でそれに対して私は全く違うと言ってきたのはですね、杉並区の住民についての責任、一義的な責任は杉並区がきちっと取っていくんだと、背負っていくんですよと。そして、地元の自治体には経済負担をかけさせないという負担の押し付け合いはしないと、こういう基本的な考え方に基づいて進めていくんですよと。ただ現実にその特養を作る用地確保ができないから、それをまあ協力してほしいということで、施設の中身については区内にある施設と全く同じ理念的な位置づけだということですよね。ただ土地に割くコストが必要ないから、その部分中身だとか職員に対する処遇に反映できるようなお金の使い方、これを考えていきたいということですね。でそれに対して東京都が打ち出したのは、とりあえず受け皿を作ると、これから大変だから6万人なら6万人の受け皿を作ると、でそのインセンティブとして250万だと。じゃあそこへ送ったら、その人はどこの基礎自治体とどこの自治体とつながりが続くんですか。要するにどこの多摩の自治体でもですね、そういう施設を作れば今でさえ8割9割よそのところからの人たちを受け入れてるわけでしょ。でさらによそから受け入れるというのを目的にそういう施設を作って、ほぼ 100% 当該住民でない住民を受け入れるということで、もちろん社会福祉法人が法令にのっとって事業を運営するということで、これはもう当然のことだけれども、そうなってきたら一体本当にそこの施設に魂が入るかどうか、どこの住民なんだろうということですよね。だからなぜ他の補助金を受けさせないということをあえて東京都が条件にするのか、この間担当者が説明にお見えになったんで、そこは私ははっきりと、これはもうもしかすると東京都は上捨て山を作るのかという批判を邪気するっていう危険性あるよと、だからもう少し基礎自治体がやってることをバックアップするっていう広域自治体としての一義的な役割があるんだから、我々がやってきたことをもう少し素直に見たらどうだという話はしておきました。先ほどもちょっと触れられてましたけれども、こういう形でいくと、国と都のですね、国の税源以上というか税制の出し収奪っておっしゃってましたね、はやっぱりこのまま続くと思われますか。ふるさと納税に限らず、ふるさと納税に限らず、もうだから事業税から始まり、法人住民税になり、ふるさと納税で、ふるさと納税のこの伸び方がさ、やっぱりちょっと尋常じゃないと思いますよね、だから伸びるかどうか、ね、このままいくかどうかって言われても我々は決定権がないんだけど、このままこういうのがどんどんどん加速 されていくことには大変、憂慮しますよね、他の方はいかがでしょうか。はい、じゃあ東京新聞さん。東京新聞の柏崎です。保育のことで何点かお尋ねしたいんですけれども、先ほどの保育士確保のお話で、ほとんどの施設で人材確保のめどが立ったということだったんですけど、裏を返すとというか、まだ確保できてないところがいくつかあるという、どれくらいの感じなのかというのをもう少し教えていただきたいというのと、それから育休給付金のお話でですね、相変わらずその
入れなかったという通知が必要ということ でこれによる影響で申し込みをする人っていうのは杉並区としてはどれくらいいそうだというような、まあ、感じがあれば教えてください。まず一つはその後者の点か、それ、いくつあるかっていう数字は多分現場も把握してないんじゃないかと思うんですね。そういう統計を取ってないんじゃないかと思います。もしあればそれは後でお知らせします。だからどれぐらいの割合があるのかと私も知りたいけど、なかなかそういう数字を把握することが、まあ、難しい面もあるんじゃないですか。つまり預けたいっていう側はある意味で本当のことを言わないケースもありますよね。まあ、たまたま本当のことを言ってくれるっていうことで、ああそういうことなんだとなるけどね。いや実は育休取れるんだけど育休取れるんだけど来年入れないと困るんで0歳児から預けますと。私の知り合いでもそういう人いますよ。だからそれは多分窓口に行った時にそういう言い方はしないでしょ。何としてもここで預かっていただかないと仕事が続かないんですよって言って窓口に行くわけだから、なかなかそこは現実正確な数字を把握できるかどうかっていうのは、まあ、ちょっと後で聞いてみますけど難しいかなと思う。まあそもそもだから数が足りないからね、そういうことになるんですよ。だからとにかくその指数だとかなんだかんだとか、まあ、それも仕方がない、数がないけど絞らなきゃならないから、まあ指数行政が あるわけで、それが全ての窮状を表しているということでもないのかもしれませんけどね。まあそういうことですね。からもう一つその保育士の確保ですけど、まあ私には大丈夫だと、保育士は確保できるという報告は聞いています。ただなんつうかな、その事業者が大丈夫だと言って報告してくる、じゃあ実際に大丈夫だっていうのは、じゃあ具体的に名前とか年齢とか経験年数とかそういうことをきちっと名簿としてちゃんと確保できてますかという大丈夫だっていうのと違うでしょ。である程度そういうはっきりした形で確保できてるという割合が、まあ先ほどお話したようにおおむね大体そういう形できちっと確保できつつあると。まだ若干その名前とかそういう個名まではっきり出てきてないという事業者がまあちょっとあると。ただ大丈夫だというふうにはなっていると言っていただいていると。でそれはもう私がさっき言ったように本当に事業者とフェイス2フェイスで話をして、お互いに信頼関係、嘘を言わない、あえて嘘 の情報提供もしないという、やっぱりそういう信頼関係をきちっと築いた上で、報告を把握して報告を上げろということは再三私は言ってきたあるんで、その上に立って大丈夫だという話が報告として、来ているので、まあそれは所管を信頼して、お話を申し上げたということです。すみません。それでですね、先ほど最初の育休延長の話で、区長としてはこの制度っていうのはどういう形で延長なりその育休の制度っていうのはあるべきだとお考えでしょうか。それとすみません、その緊急宣言にも入っている、23区中20位っていう整備率の数字なんですけれども、この辺の数字っていうのは今度の4月時点で、だいぶ改善の見込みになりそうでしょうか。この数字についてはちょっと私分からないんで、それは後で他の区の動向が分からないと出ない数字だと思うので、それは所管からご報告をさせるように
します。で、育休制度の延長についてはですね、かねて私もそういう主張をメディアにも、通じて発信もしてきたりしましたけど、第一希望がね、やはり育休、要するに自分で子育てを一定期間やりたいというふうに思って、いるんであれば、それがやっぱり実現できる環境を作るということが私は大事だと思ってますよ。その要するに自分が例えば0歳児の1年間は仕事を休んで、自分で子育てをしたいと思っている人が、ね、それができないっていう環境はね、これは良くないですよ。だからそういう自分の第一希望として育休を取って子育てをしたいという人たちの希望が叶うような環境を作るっていうことが大事なことなんじゃないかなというふうに思ってますけどね。延長の、 今はその入れなかったという証明が必要という部分についてはどうですか。今、園長の場合に保育園に入れなかったという証明が必要ということなんですけれども、これについては証明の有無というのは今後どうしていくべきか。そんなものは私は理想を言えば、そんなこと関係なくオーディが育休を取りたいと、取らせてくださいと言ったら育休を取らせてあげる社会全体の環境っていうのができることが理想だと思いますよね。当然だから、例えば官民格差があるのよね。杉並区の職員はね、 100% 育休取るんだそうですよ。育休取ってね、まあ育休3年だしさ。でだから要するに公務員みんなそうですよ、大体3年ね。それからなんか公務員っぽい昔の参考者ご現業とかね、若い人は参考者ご現業って言っても分からないかもしれないけど、まあJR とかさ、先輩公社とかね、そういう人たちですね、 NTT とかね、ああいう会社はみんな3年じゃないかな。だから育休、そういう例えば杉並区なんで育休取るのかって言ったら、安心だから取るんだと思うんだよね。私は職場復帰とか昇進とかそういうことに影響ない、また生活も安定しているという安心があるから育休を取るんだと思うんですよね。その安心感は全てのその出産子育てに臨む人たちに安心感がある社会っていうのが理想だと思いますよね。だからそうは言っても現実、大手企業でもなかなか厳しい、ましては中小企業だって、4割ぐらいしか育休は取れないのというデータがあったような気がしますけどね。まず非正規の方々っていうのはまずそういう制度の恩恵さえないわけだから、だからもっともっとそのこの人口減少だ、少子化対策が必要だとかっていう話を言えばね、もっともっと社会全体がそういう安心、要するに出産子育て世代が安心できる環境づくりっていうのが理想じゃないかというふうに思いますよ。他いかがでしょうか。すみません、先にお手を挙げられてたんで、毎日さん。毎日新聞のゴミです、ふるさと納税の方にちょっと戻ってしまうんですけれど、今もこうポータルサイトを見ると市といくつか分野分けして寄付をするとかそういうパターンもありますし、もっと言うとそもそもその寄付っていう制度自体があるしっていう中で返礼重視、返礼品そもそも、返礼品で呼び込むようなことはしない形でっていうのをどう杉並らしさをアピールして差別化していくのかっていうのを伺いたいんですが、大変難しいご質問だと思いますよね。それで悩んでるわけだからまさに、だけど気をてらうようなことはなかなかできない分野だと思いますよね。繰り返しになりますけど、
まあ、返礼品に参入して得られるものっていうのはそれはそれで、まあ、多少なりともあるかもしれませんけども、ただこの税制そのものにきちっと問題提起をし、やるべきふるさと納税制度っていうのを、まあ、明らかにしていくことでね、問題提起をし、かつそこに賛同していただく方々の受け皿となっていきたいという、そこをきちっと、まあ、愚直という言葉が適切かどうか分かりませんけれどもやっていきたいと。まあ、どういうふうに PR するかっていうのはね、なかなか難しいと思いますよ、うん、難しいと思うけども、まあ、そういう杉並版ふるさと納税の、PR の先頭に立ってくれるような、まず善意の寄付者、高額寄付者がいらしたら、お願いしたいというふうに思いますね。自治体によってはこう美術館などの施設の建設費という感じで特化したものを出していたところもありますけれど、例えばこちらの方で新たなその施設建設とか、そういうことを保育園の整備にとか、そういうふうなことは考えていらっしゃるんですか？考え方としてはそういうことも検討はして、ないわけじゃありません。まあ、例えば 今現実にそういう寄付を募ったりもしているわけで、例えば敵外装、まあ、今日説明私がしませんでしたけど、一応重点施策の中に入れてありますので資料をご覧いただきたいんですけど、まあ、この F2 丸邸であった敵外装を取得し、その敵外装のかつて、まあ、山本五十六や東條英機を呼んで、日本の歴史の岐路に立つ会議を何度かそこでやったんですが、まあ、その部分というのは豊島区に移築をされてましてね、でそれを復元するという、ことを今まで取り組んできて、で昨年の末に、およそ今の所有者との合意が整ったんで、これから移築復元に向けて具体的な計画を作っていきます、進めていきます。でその移築復元についてお金をかかりますから、寄付を募ろうということで、もうすでにこれは少しずつですけれども、いや始めてるわけですね。だからまあそういったものをこう入れるか入れないかっていうのは検討したいと思いますし、あるいは例えばそういうのは別個でやった方がいいという考え方もあるかもしれない。ふるさと納税制度の中に組み込むかどうかっていうのは、まあ、ちょっと検討させていただきます。それから次世代育成基金っていうのをずっと私どもは作ってやっています。子どもたちを応援しようということで、この次世代育成基金っていうのは学校の授業では経験できないような体験を子どもたちにしてもらおうということで、例えばこれからですね、3月に小笠原に毎年中学生の代表選手を連れて行ってます。まあそれから小学生を北海道名寄市マイナス20度の、まあ、極寒の地を体験するとかね、それから中学生と台湾との野球交流をやるとかですね、それから交流自治体であるオーストラリアのウイロビー市に中学生の短期留学をやるとかですね、まあそういう経費の財源として次世代育成基金というものを作りまして、区の予算と寄付金で運営しているわけですね。ですからそういうところにふるさと納税の寄付を充当していくというのはどうだろうというのは内部でいろいろ検討しています。まあそれはいろいろあってもいいかなと思ってますけどね。はい、それでは他の方いかがでしょうか。産経新聞さん。産経新聞の増林です。9月に増田さんが顧問に就任したと思うんですけれど、
大体、時給換算で8万ちょっとだと思うんですが、9月からの勤務実績ですね、月に何回ぐらい何時間で出て、で今までというのをまず教えていただけますでしょうか。ん、増田さんの勤務、なんかそれで訴えを起こしたという方がいるらしくて、まあ、訴状を見てないので正確にはコメントできないことですけど、増田さんに限らずああいうその顧問がその時給がいくらとかっていう考え方っていうのは果たして当てはまるのかどうかっていうことがあるんじゃないですか。うん、町組成に対していろいろご助言をいただこうということで、まあ、顧問にご就任をいただいたわけですけど、まあ、ご存知のように、まあ、中央官庁官僚経験があり、まあ、知事の経験もあり総務大臣の経験もあり、という方々という方ですよね。でそういう方に何を期待するかというのは今までのその経験上の知見に加えて、さまざまなやはり人脈を持っておられるわけですよね。地方の方々ともそうだ、中央官庁や政府の方々ともさまざまなパイプを持っておられる、あるいは学者、皆さんと同業のジャーナリスト、企業経営者、そういったさまざまな広がりのある人ですよね。でそういう方が、まあ、この地方創生の問題については早くから提言をして、むしろ国の動きと、まあ、一体的に動いてきているというのは、まあ、皆さんもご承知の通りですよね。でそういう方に私が期待するのは、その机に何時間杉並に来て座ってたとかですね、会議に何回出たとかね、まあ、それは増田さんにお願いをしている、増田さんにお任せしている、お願いしている仕事の中の一部であってですね、例えばさまざまなそういうところで杉並区の取り組みについて、PR をしてもらうとか、あるいはいろんなアイデアを情報収集をして、我々の取り組みに反映していただくとか、あるいは我々が困っているさまざまな交渉をサポートを側面的にしていただくとか、それはこの役所に行ってできることもあればできないこともたくさんあるんで、そういうことをトータルで期待をしているのであって、時給いくらっていうそういう感覚は私にはありません。そうするとその批判している人に対して別に高いという認識は持ってない。持ってません。特に少子高齢化と人口減少問題について提言ということなんですけど、この今回の予算書の中で特に提言をいただいたのはどの辺になるんでしょうか。ちょっと聞き取れなかったですか。特にこの中で提言をいただいたのはどれになるんでしょうか。人口問題減少とか少子高齢化について提言をいただくということで顧問になってもらったと思うんですが、それはちょっと具体的にはないですか。いや、どこどこっていう別にその資料、この区政経営計画書の執筆のある部分を委託しているわけじゃありませんから、これは区として作っているわけで、当然そういう作成する過程の中では何度も増田さんには議論に加わっていただいたりもしてますから、うん、まあ広い意味では反映しているということじゃないですか。その議論に加わったっていうのは盗聴は少ないと思うんですけど、何かどういう形で議論に加わってもらったんですか。モニターかなんかでやり取りとか。いや、もうかなり区役所に来ていただいていろいろ
議論していることもあるし、電話や外で会って、意見交換したりということもありますし、区長時代の職員の方だけじゃなくて区長も終われ、まあ、もちろんですよ、そもそも私とのつながりなんだから、訴えてる人がいるというその人に対するコメントはありますか。いや訴状を見てないので、その訴えの中身についてのコメントは、今はできないけれども、ただ一般論として、申し上げた通りです、はい、なんかこう斜めにものを見ようとしてないかな、そういう質問というのは、私が高いと思ったんじゃなくて、そういう人がいるということなんで、僕自体は斜めに見てないんです、はい、産経新聞には顧問はいないの。顧問いますね。いるでしょ、なんで顧問なのって株主から言われたらどうするの。顧問だからっていう感じです、ね。それでは他の質問をいただきたいと思いますが、ごめんなさい、ただちょっとじゃあ読み先に、読売新聞の武田です。ちょっとすみません、ふるさと納税で何点かなんですけども、実際に活用、障害施設での品物だったりサービスだったりっていう活用を検討されて、具体的にこう、形になって、納税する人がそれをもらえるっていうふうになる段階は一期としてはどのぐらい、もう新年度始まってからもうそういうふうな形になっているっていうふうな認識でいいんですか。とにかく新年度にふるさと納税制度を作りますと、いうことを今日記者会見で、公にしたということで、中身については現場の方でいろいろ今詰めてると思います、ただ私から言ったのは、その要するに返礼品のその競争にストレートに参画するということはいたしませんと、杉並が考えたあるべきふるさと納税制度っていうものを作ってお出しするということで。そうすると725万円ぐらいの予算っていうのは、これはポータルサイトとかの活用をする際にかかる費用ってことになるんですか。事業費、25万っていうのはそうだろう、そうです。そこで、仮にそういう新しいサービスとかを例外的に返礼品として与える場合とかの PR に使うということになる、ちょっとその細かい25万の使い道は所管に聞いてくれるかな。あと、もう一点で、待機児童ゼロを目指されていると思うんですけど、次年度、新年度以降も1000人規模の保育施設を作るというのはやっぱり、まだまだ足りてないということの裏付けになるんですか、そういう。申し込み者はね、さっき言ったように、1割以上増えてますよね。でこういう流れがまだ数年続いていくというとすれば、手を打たなければまた同じことを繰り返すことになるでしょう。じゃあ、その1000人規模でまた拡大するっていうのは、そのやっぱり待機児童が出るかもしれないって可能性があるかどうかっていうのは、まだ判断できないと。そんな何ていうかな、算数の、答えみたいにさ、来年何人待機児童が出るかもしれないとか、その正確にさ分かるようなもんじゃないんですよ。どこだってみんなそれで苦労してるわけだから、大体こうだろうという今までの、ただその今までって言ってもね、要するにどん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 人口が増えてきた高度成長期とは違って、その女性の社会の進出は目覚ましいものがある、就労意欲就労率はどんどん高くなっている、一方で出産適齢世代の女性人口はなだらかに減少しつつあって、そういう中で子どもが増えているという自治体もあれば、同じように減っている自治体もあるといういろんなケースがあるのね。で杉並について言えば、やっぱり子どもが増えてきている、出生率が上がってきているっていうのは、数字上出てくるわけだけど、
それが正確に翌年どうなる、翌々年どうなるっていうふうになかなかね、それは予測することは本当に難しいと思いますよ、うん、予測できる方法があるとしたらむしろ教えてほしいね、うん、みんなそこは非常に苦労しながらやってきてるんだね。ただもう現実問題としてその全員が認可保育園に入れないというのは現実あるわけだし、その認可保育園に入れないから認証保育に行かざるを得ないんだっていう人たちも大勢いる、うん、そういう状態はやはり改善していく方向で、取り組むということははっきりと打ち出させていただいているわけです、ありがとうございました。はい、それでは、そしたら統制新報さんと桜井さんまでということでよろしいでしょうか。じゃあ先に統制新報さんお願いします。東京新報柳原と申します。よろしくお願いします。ふるさと納税で食べてすいません、新年度からの新たなふるさと納税制度の運用の中でこの、現制度のその問題点の PR ですとかそのも合わせてやっていかれるのかっていうところと、もう一つその毎年秋ごろにその都と区がそれぞれその国のその国税化だったりとかその税制に対する主張を取りまとめてたと思うんですけども、まあ、昨年に関してはその事業税の方でその都が一定程度成果を得たということで主張を取りやめて、まあ、区長会だけが制度主張することになったと、まあ、一つその都と、まあ、都は一定程度その及び腰という言い方が正しいかどうかわからないですけども、国の国税化に対する考え方と区とちょっと若干違う方向を見てきてるんじゃないかという見方もある中で、区長としてはその都の対応といいますか考え方についてどのように評価されているのかというのを教えていただければと思います。税の純粋なその議論からすると事業税、あるいは法人住民税、こういう税が国税化していくということについてはかねてから異論がありそこはそんなに違うことはないと思います。でふるさと納税についても東京都の関係者と議論したことはないけれどもおそらく認識は共有できる話だというふうに思ってます。でただこれはその自治体が決められないんだよね。石原知事もかって事業税を3000億取られるっていう時にね議会でも、まあ、我々はもっと頑張れと言って、来たんだけど、まあいろいろな交渉の形でね結果とこうなったんだとこれは決めるのは国なんだと、ね、言ってましたけどそれは確かにそうはそうなんです。だからその国とどういうふうに、渡り合っていく環境を作るのかというやっぱり戦略が東京都には必要より必要になってきているんじゃないかなというふうに思いますよね、うん、だからそういう意味でそういう意味も含めてね先ほど言ったのは、まあ、東京が輝く世界の東京を目指すのはそれはそれで従来通り、まあ、東京としては当然ではあるんだけれどももう一つ今まで弱かったのは同時にはっきりと地方からの流入人口で膨張していく一極集中が強まっていると、逆に言えば地方と疲弊は加速させるというこういう状況の中でね東京が地方にどう向き合っていくのかということをもう一つきちっと打ち立てていくことが必要になっている、より必要な時期に来てるんじゃないかと、うん、そういうことも含めてこの国との議論にどう戦略を描くかということじゃないかなというふうに思いますけどね、うん、はい、それでは最後にご質問ということでさせていただきたいと思います。お願いいたします。読売の榊原です。2点教えてください。一つが先ほど育休を取る職員が 100% とおっしゃったのはこれは男性も含めてなんでしょうか。もう一つがこの保育所の待機児童対策保育定員を年間で2000人以上増やすというその
結果を数字で出していらっしゃるのを拝見するとやはりすごいなと率直に思うんですけれども、一方で、杉並区はその私立幼稚園の巻き込みをほとんどなさってないですよね。で地域によっては子ども園を増やして学校教育法に基づいた教育も行う保育施設というものを増やしているのに、こちらではなさっていないのはどうしてなのか。で、2ページのところにあるように、その新たに定員増が図られた保育施設種別の中に子ども園が一つもないと。一方で私立幼稚園で廃園になっているところがあるというのは非常にもったいない。園庭もある施設が活用されないで廃園になっているというのは、そのある意味その区 の財産が失われているという見方もできるわけで、一方で認可保育所の中でその 3,4 歳5歳でこれだけの人数を図れば私立幼稚園の経営を圧迫しますよね。ここでもう少しその養護の一元化ということを取り組むお考えがあるのかどうか教えてください。子ども園とその育休ですね。杉並区の場合は男性でも育休を取っている人は数は少ないけれどもいると聞いてます。で、それは制度として取れるんでしょ。そうです、ね、だからそれはもう夫婦間で話し合ってもらってどっちが取るかっていうのは決めてもらってることだと思うので、 100% というのは女性の職員が 100% ということですね。ということだかな。そういうことです、そういうことです。まあ、絶対女性に取らせろとかいうことを私が言うはずもなく、それはまあそういう流れで来てるということで、ただまあまあ取りたい時に取ることができるという意味では民間より公務員の方が安心感があるっていうことは、まあそういうこういう数字にはそれが裏付けられるのかなというふうに思いますけどね。それから幼稚園のご指摘はまあ全くその通りだと思います。で、幼稚園がなぜその子ども園を目指さないのかっていうと、新制度になる時のいろんな時期のズレが大きいという話は聞いたことあります。制度自体が経営の実務を担っている方々からすると分かりにくかったっていうのかな、それから遅かったとか、それから変更に対するやっぱり経営がそれでどうなってしまうかっていう不安感が現状維持という選択につながっていったんだろうかなっていうふうに私は見てますけど、ただ区としては要するにかつて幼稚園に行ってた人たちがだんだん女性が社会進出を強めていく中で保育園を必要として保育園に割合がこうだんだんこう寄ってると、うん、いうことだろうと思うので、幼稚園がもっともっと協力をしていただく、あるいはそれを教育をしていただけるように政策的に誘導策があればそれは積極的に考えていくべきだというふうに思ってます。その幼稚園の誘導策というのは東京都も責任あると思うんですけれども、基礎自治体の方でも例えば大阪の堺市のようにうまく誘導しているところではかなり成果出しているんですね。なのでその基礎自治体でも余地があるんではないかと思うんですけれども、検討されるようなおつもりとかは特にはない、はい、大いに検討したいと思います。で、まあ、正直言うとそれはもう頭の片隅に必ず頭の片隅っていうかな、必ずその幼稚園の問題っていうのはありました。今もそれは所管のレベルでもあると思います。で、ただその今の役所のエネルギーとしてね、これだけの保育需要がガーッと高まっている中でなんとか受け皿をその需要に対してきちっと供給をしていくということからすると、そこまでこう広がらないというかな、余裕がないということが私は現場の現実じゃないかなという気がするんですけど、後でこれはよく聞いてみます。
まあ、就任して、まあ、6年半ですか、まあ、保育もいろいろ私自身も勉強させられてきましたけど、ここ数年のこの保育需要の高まりというのはすごいものでですね、毎日毎日皆さんのメディアに乗らない日はないわけで、まさに昔は自治体の一つの分野であったものが今はもうなんか真ん中にどんと来て、まあ、東京都 ので東京ファーストを見てもですね、そういうことになっている。でそれぐらいやはり保育需要の急激な高まりに対して供給を続けていくっていうことに、まあ、力を、まあ、集中せざるを得なくてですね、まあ、しなきゃいけなくて、幼稚園は課題として認識はしてるんですけど、そこまでなかなか手が及んでいないというのが、まあ、正直なところじゃないかなと思いますね。門は閉ざしてないので、むしろ定期利用だとかいろんな形で協力していただいている園も実際あります。まあ、結構な数あるはずですけど、もっともっとそれが広がっていってもいいのかなというふうに思います。はい、それではこれをもちまして、区長記者会見を終了とさせていただきます。維新公園のご協力誠にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。